ジャニオシの3分でわからん第16装甲師団解説始まるよ。第16装甲師団は40年11月1日に第16歩兵師団から編成された。姉妹師団として第16自動車化歩兵師団も編成され、これが後々第116装甲師団になる。さて装甲師団が編成されると、恒例行事である戦車調達が始まる。今回の犠牲者は第1装甲師団、第2戦車連隊を奪ってきた。ちなみに今まで散々擦ってきたこの動きだが、1師団に多数の戦車を配備するよりも師団数を増やすというドクトリンに基づいているので、別に普通のことである、それがいいかどうかは置いといて。さて師団は編成後ルーマニアに送られ、予備として待機したり反乱を鎮圧したりした。ソ連絶対ぶっ殺す作戦が発動されると、師団は南方軍集団の一員として第11装甲師団に続いて不法侵入。だが侵入早々3000両の戦車を保有するソ連軍の反撃を食らうが、保有戦車数が2分の1以下にもかかわらずドイツ軍はソ連軍の9割を殲滅。キエフ包囲戦に参加した後さらに東へ進撃するが11月までに物資をほぼ使い果たす。最初の冬をウクライナ東部で迎え、パルチザンとソ連軍の攻撃を退け、雪解けを迎えると第2次ハリコフ攻防戦に参加。42年8月にはスターリングラードに到達、市北部の確保を命令される。第2戦車連隊が敵戦車数百両以上を殲滅、特に1個大隊が損失なしで戦車105両を撃破するという英雄的活躍を見せる。だが11月にソ連軍の反攻が始まると師団の大部分が包囲される。包囲を逃れたわずかな部隊と脱出した少数を除き師団は消滅、師団長も自殺した。43年3月に師団は再編成、連合国軍がイタリアに上陸すると迎撃に向かう。効果的に防衛したが、艦砲射撃による被害と連合国軍の進撃を止められなかったことにより師団長が解任される。イタリア半島まで撤退した後も戦火を交えるが、東部戦線の状況が悪化し11月に再びウクライナへ。チェルカッシー包囲戦に参加し友軍を救出したが自身も包囲される。だが規律の取れた攻撃により包囲から脱出、パルチザンとソ連軍の猛攻に耐えまた包囲されたりもしたがポーランドまでなんとか撤退。ナイセ川島で防衛戦に従事するも圧倒的なソ連軍の前に後退を余儀なくされ、2月に補給を受けるもビビたるもので撤退はとどまらない。だが3月初め、師団は第8及び17装甲師団などと協力しラウバンを攻撃。わずかな損害で戦車200両ほどを破壊しソ連第3戦車軍の大部分を破壊。だがソ連とドイツとでは同じ戦車10両の損失の意味が異なるのは言うまでもない。わずかな成功の裏では東部戦線は崩壊に近づく、ドイツ本国どころが師団はスロバキアにまで押し込まれる。ドイツが無条件降伏した後、師団の一部が米軍に降伏すべく西へ撤退、だが大部分はソ連軍の手に落ちた。終わり、平定。